タイア石器 H-21 アメリカ陸軍の CH-21CH-21 CH ワークホース小2は1940年代にアメリカ合衆国のタイア石器ヘリコプター車で開発された4番目のタンデムローター式ヘリコプターである。一般的に空飛ぶバナナとも呼ばれる本機は車輪、スキー、フロートを取り付けられる多用途ヘリコプターであった。 H-21 は低温の環境下でも良好な性能を発揮し、北極圏などでの救難活動にも使用された。タイヤ石器ヘリコプター車は、1944年の HRP-1 ヘリコプターに始まる一連のタンデムローターのヘリコプターを開発し、アメリカ海軍に納入することに成功してきた。HRP-1 は飛行中に、 前後の大きなローターが互いに接触しないように、後部胴体を髪型に曲げていたために、空飛ぶバナナというあだ名を付けられた。H-21 を含む HRP-1 以降の同様の設計のパイア石器者製ヘリコプターも同じあだ名で呼ばれた。1949年に、パイア設計者は、HRP-1 を改良した全金属製の 派生型である H-21 ワークホースをアメリカ空軍に納入した。1956年にアルジェリア戦争でヘリコプターを使用した地上攻撃任務の方法を模索していたフランス空軍はシュコルスキー H-19 に武装を施した実験を行い、その後より拡張性のある。 パイアセッキ H-21 とシコルスキー H-34 がこの任務を引き継いだ。H-19 には、最初メ0 m m 機関砲1門、ロケットランチャー2機、12.7mm 重機関銃、M22 丁と 7.5mm 機関銃 AA-521 丁を、過失の窓から撃てるように取り付けたが、これでは、重量が、過大すぎ、これより、 軽装備の H-19 ガンシップでさえ、まだ低出力であった。続いて、数機のパイアセッキー H-21 に、前方発射のロケット弾、機関銃の固定武装とそのうちの2から3機には、爆弾化さえ取り付けられたが、H-21 は、貧瘍な運動性と攻撃行動に要求される、性能を欠いていた。収益したほとんどの CH-21 は、 時に応じて防御用の 12.7mm または 20mm 機関銃砲をトアブに取り付けただけであった。シコルスキー H-34 もフランス海軍によりガンシップに改装された。CH-34 が地上攻撃任務で効果的な役割を果たしている一方で当時の公式評価では c h 二十一は c h 三十四よりも多数の対空砲火に被弾した場合の生存性が高いことを示しており、これは c h 三十四の燃料タンクの構造と位置によるものであると考えられた。それにもかかわらずアルジェリア戦争の終結まで c h 三十四のような攻撃ヘリコプターは大規模な反乱相当作戦において 兵員を運ぶ CH-21 ヘリコプターと強調して使用された M101-105mm 榴弾砲を吊り下げて輸送する CH-21C CH-21B 強襲ヘリコプターは完全装備の兵員22名、または救命搬送任務では単価12台と2名の看護兵を運ぶことができた。 CH-21B は、南ベトナム軍を援護するために派遣された第8軍と第57輸送中隊と共に1961年にベトナムに配備された。CH-21B、CH-21C ーニーは 7.62mm、または 12.7mm 機関銃をドアに取り付けることができた。CH-21 は、 比較的低速であり、操縦系統や燃料系統は消火器に対して脆弱であった。小2は u h 1ヒューイの配備で代替されるまで、ベトナムの群馬であり、後の1960年代半ばに CH-47 チヌークに代替された。小2は反転する2つの全関節型の3枚ローターを持っていた。 CH-21 は 1150HP のスーパーチャージャー付けライト R-1820 から103製型エンジンを1機装備していた CH-21B は 1425SHP のエンジンに格上げされた西ドイツ陸軍塗装の H-21C スウェーデン海軍塗装の HKP-1 陸上自衛隊塗装の V-44A、法王伊勢湾台風の後で救助に当たる V-44A 法王。現在は事故にあるように所沢で展示されている、機内所沢航空発祥記念館にて、屋内展示されている、H、H-21BV-44 型。ありがとうございます。